夢ある。鬼のパンツ。鬼のゴン太くんは今日でおむつを卒業します。新しいパンツだぞ。鬼パパが黄色のしましまパンツをくれました。パパとお揃いだね。そうだよ、虎の毛皮でできているんだ。ゴン太くんはびっくり。虎さん、怖いよ。大丈夫、履いてごらん。ビクビクしながら履いてみました。しましまパンツはビョーンと伸びてピタッ。わあ、気持ちがいい。ゴン太くんは鬼のパンツが好きになりました。パパは嬉しそうにうんうんとうなずいています。何年履いてもピッカピカで、おまけにちっとも破れない。何年ってどのくらい？パパのパンツは5年目さ。するとおじいちゃんがやってきました。胸をドンと叩いて言います。えへん、わしのパンツは100年じゃ。すごいね、鬼のパンツ。ゴン太くんは鬼のパンツがもっと好きになりました。